上杉君が女子とご飯を。うわマジ。ちあいつら。顔真っ赤。無理してんじゃねえよ。食事中に勉強ですか。テストの復習してるんだ。ほっといてくれ。へえ、よほど追い込まれているんですね。何点だったんですか。あ、おい。上杉風太郎くん、得点は100。これ。ああ、めっちゃ恥ずかしい。わざと見せましたね。そうです、せっかく相席になったんです。勉強教えてくださいよ。ごちそうさまでした。食べるの早っ。お昼ご飯それっぽっちでいいのですか。私の分を少し分けましょうか。むしろあんたが頼みすぎなんだよ。太るぞ。あなたみたいな無神経な人初めてです。もう何もあげません。高校生で確かお兄ちゃんの学校に転入するって言ってたよ。名前は中野いつきです。どうぞよろしくお願いします。この人知ってる。なんとかあいつのご機嫌を。また君と机を並べたくて来てしまった。もちろんご飯だけでなく勉強もね。まあ完璧だ。お待たせしました。友達と食べてる。すみません、席は埋まっていますよ。昨日はその悪く用がないのでしたら。ああ待て、何がしたいのですか。あなたは。私は今から家庭教師の先生が来てくださるので。それ俺。はい、家庭教師俺。ガーン。昨日のことは全面的に俺が悪かった。謝る。今日から俺がお前のパートナーだ。いつきはすごく真面目な子です。よほどのことがない限り協力してくれますよ。嫌です。そもそもなぜ同級生のあなたなのですか。この町にはまともな家庭教師は一人もいないのでしょうか。なんだよ、昨日は勉強教えてほしいって。気の迷いです、忘れてください。おかえりなさい、ご飯できて。この人ってもしかして仙人さん。なんでもない人だ、帰るぞ。嘘だ。あの、よかったらうちでご飯食べていきませんか。え、ライアー。だって嫌ですか。お邪魔しました。お、ライハちゃん、ごちそうさま。いつきさん。はい。お兄ちゃんはクズで自己中で最低な人間だけど。ライハ。いいところもいっぱいあるんだ。だからその、また食べに来てくれる。もちろんです。頭を使うとお腹が空きますから。またご馳走してください。じゃあテストの復習は当然したよな。問い1、厳島の戦いで毛利元就が破った武将を答えよ。無言。借金取りか。お金なら有馬千。何？あなたにお渡しするものがあります。それよりあっちの方が。すべて叶えるでしょ。やっぱりお前らだけで。逃がさないよ。ほら、いつきさんも。あ、はい。なんか
これ家族写真みたいだね。結局日曜日が潰れちまった。いや、まだ夜がある。お前らも夜は勉強しろよ。私はここで。なんだか怪しいな。宿題は出てるだろ、済ませたのか。ついてこないでください。何ですか、その祭りにふさわしくない顔は。あんまり見ないでください。誰だ。いつき。なんだ、あなたですか。残念さを少しは隠しなさい。いつき。何ですか。いや、休み時間なのに予習してるなんて偉い。家でも自習してると聞くぞ。同じクラスだからわかる。お前は姉妹の中で一番真面目だ。そうでしょうか。ああ、ただバカなだけなんだ。だから意地張ってないで勉強会に参加してみろよ。きっとお前でも成績アップできると。そうですね、私一人では限界があると感じていました。うん、この問題教えてもらっていいですか。もちろん。わかりました、後で職員室まで来なさい。ありがとうございます先生。ビー、どうした樹。わかるんですね。あの、今度の中間。用がないならもういいかな。ちょっと、ほら着替えるから。どうしたミク。素直になればいいのに。なんでもないよ。上杉君早いですね。いつき、確認だが、うちの学校は8時半登校だったよな。そうですね、それから15分後に試験開始です。うん、あの時計壊れてたりしない。諦めんな。いい、限界です。いつき。お腹が空いて力が出ません。どれも美味しそう。どれにしよう。悩ましいですね。あんたたち急いでるんじゃなかったの。見つけた。お前は目が悪いからメガネがないと見えにくいだろ。悪いな、大ごとにしちまって言い出しづらかっただろ。すみませんでした。私確かめたくって。あの上杉君、それはちょっと。結びの伝説、キャンプファイヤーの結びの瞬間、手を結んだ二人は生涯を添い遂げる縁で結ばれるという。ほろ苦い思い出さえ幸福に感じるのも多分みんながいたから。今なら言えるかもしれない。言えなかった一言。そばにいてくれてありがとう。